おはようございます。めっちゃあれや、顔がパンパン。おはようございます。今日は土曜日ですよね。土曜日なんで今日はもうマモンがお休みなんで、ママはゆっくり、まあまあもう来てはりますけど、いつもよりゆっくりなんで、今から散歩行ってくれるみたいなんですけど、僕は今日ちょっと仕事なんで。今日はですね、夏の扇風機の掃除をママとちょっとしようかなと思ってるんですけども、おはようございます。なんていうかな、フロアって分かりますかね。見てみる、まあ、まあその仕事のあれなんで、こう、まあ、言うたら掃除機じゃなくて風をねブワーって出すあれで、とりあえずこうフィーってこう、まあ、風というかエアね、そのが出るそういう機材があるんですけど、それをまあ会社から借りてきてくれたんで、それでちょっとほこりを飛ばしてから水洗いしようかな。まあ別に飛ばさんでもいいんやけど、まあ、飛ばしてから水洗いしようかなって今日は思ってるんですけど、もうさすがにね、だいぶ朝も夜も寒くなってきたかなっていう感じ。まあそれでもまだまだ去年とかじゃ、去年 今ぐらいの自分が山中湖行ったんです。山中湖のね、あのシーズンフェスティバルに行ったんですけど、その時はめっちゃ寒かったんで、うわーって思ってたんですけどね、今年はもう全然暖冬っていうか、もう全然暑いぐらいの日が続いてますもんね、昼ね。だから僕この前衣替え一応したんやけど、結局暑いからもう一回ちょっとその T シャツっていうか、まあ、半袖ちょっと出したりとかなんかしたりしてた感じやけど、もうね、さすがにもう大丈夫やと思うんで、扇風機片付けようかなって今日ちょっと思ってるんですけど、クーラーも実際まだちょっとつけてる日もあったしね、今週どうかなって感じ。クーラーはまあまあ出しても、扇風機はちょっとしまいたかったんで、扇風機をとりあえず今日は掃除して乾かしてしまって、今はちょっとこう夏用のシーツとかね、寝てたシーツとか、そのまあ布団のカバーとかね、そういうのも洗濯機コインランドリーで洗って今日全部しまいたいみたいなの言ってたんで、まあ、今日忙しいというか、ベタバタするというか、まあ一人で今日やってもらうのもちょっとあれなんで、ちょっとあれですね、一緒に頑張ってできたらな、仕事が帰ってきたらできたらなと思ってるんですけど、とりあえず今日は扇風機の掃除と、で夏用のシーツの交換っていうか洗濯やね、洗濯して冬物に交換するのとぐらいかな。それはちょっと僕が仕事なんで、ちょっとママはちょっと一人でできはるかなって感じなんですけど、まあ多分器用なんでできるとは思うんですけども、まあ、ちょっとでも手伝ってやりたいなとは思うんですけど、あとはお買い物、近くのスーパーにお買い物にちょっと行かんとダメなんで、それは行けるかな、まあそれは別に夕方までに行けばいいんでかなーっていう感じなんですけど、まあのんびり土曜日なんでそんな
バタバタすることもないんで、まあまあね、お休みなんでね、ゆっくりさせてやろうかなと思ってるんですけど、朝からなんかもこちょ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 したがりましたけどね、とりあえずまあ僕はもう会社に向かんとあかんので、そんな感じで、ですね、でとうとうその来週の11月3日が、東京の、いいので行われるしずちゃんのねビッグイベントが3日です。もう残るとこ1週間になったんで、楽しみで仕方ないんですけども、でまあとりあえず昨日むーちゃん、おとついむーちゃんとももちゃんお風呂にとりあえず1週間前に入れたんですけども、まあ、当日2日ぐらい前に、もう一回トリミングサロンで お風呂シャンプーだけですけど、2日前に入れに行こうかなっていう感じなんですけど、とりあえずまあやれることを、今日もう天気がちょっと読めへんっていうかね、天気がちょっともうなんか下りって感じかね。まあ天気は読めないんで、さすがに僕たちも神様しかわからないんで、まあ天気予報で見ると曇りになってるとこもあれば、雨になってるとこもあれば、晴れのとこもあれば、雨から晴れになってるとこもあれば、まあいろんな どれを信じていいのかちょっとわからないんで、もう本当にギリギリまでちょっとわからないんですけど、はい、そうなんです、そうなんです、天気だけが読めないんで、なんとかなんとか。ほんでまあ4日がね、その年に一度の山のここで行われるシーズフェスティバルが、4日に行われるんで、塩豆花ちゃんとかね、メイス君とかもがあるっていうのをお聞きしたんで、どうなんでしょうね天気。それもちょっとまあそっちのね、あのお天気も踏まえてね、2つとも大きいイベントなの、まあたまたまその去年はね、そのいいのじゃなくて、先に山中湖があって、で山中湖が終わって1ヶ月ぐらい経ってから午前7時です、いいのがあったんで、だしそうそうそうね、日にちが離れてたんやったら僕たちもちょっと山中湖に行ってもいいかなと思ったんで、でもなかなか2日連続やとちょっとやっぱムクとモモの体調とかもやっぱ気になってくるんで、やっぱり疲れるとかもあるんで、ちょっと今回はちょっとやめたんですけど、まあとにかくそのいいのだけじゃなくて、まあ山中湖かっこいい、山中湖もたくさんのしずちゃんが行かれるんで、できたらね、その元気になってくれたらね、しずちゃんの友達みんなそっちの方が多分確実に多いんで、せっかくやったらやっぱりね、快晴の中行ってもらえたらなっていうことで、また今週ぐらいちょっと祈願に行こうかなって、近くの神社に祈願に行こうかなと思ってね、山中湖といいのの祈願ね、天気の祈願ですけど行こうかなっていう感じで、晴れてくれるので、ね、絶対いいイベントになると思うんで、まあとりあえず今週もうなんか台風は直撃とかはないと思うんですけど、台風の影響でちょっと来週1週間はちょっと天気が関西もちょっと天気が悪いみたいなっていうところの人が言ってたんで、それがうまいことこう抜けてくれたり、うまいことどうなるかわからないですけど、それ次第かな、天気もそうかなっていう感じなんですけど、まあ、もうちょっと雨が降ったらどうしてもちょっと仕事がねお休みになってしまうんで、それもちょっと気になるところもあるんですけど、
とりあえず来週1週間はちょっと天気が悪いということなんで、まあまあシェルジャーのお友達ね、ちょっと雨が降ったりするんで、車のね運転とか、最近ほんまに僕の周り結構ちょっと車の事故っていうか、まあ、その怪我とかじゃないと思うんですけど、車の事故がちょっと続いてるんで、できたら皆さんそういうことがないように安全運転でやってもらえたらなとは思ってるんですけど、すいません、やっぱ土曜日めちゃくちゃ道が空いてます。いつもより5分ぐらい着く早いちゃうかなって感じ。まあまあまあね、みんな1週間のお仕事のお疲れが溜まっていらっしゃると思うんですけども、まあ今日土曜日なんで、まあ、出かけの方もね、仕事の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、1週間のね疲れをしずちゃんで癒してもらって、まあお出かけ一緒に行かはるんやったら、ちょっとあの天気だけちょっと気をつけてもらって、いきなり降ってくる時も、ほんま最近ゲリラっていうほどではないと思うんですけど、夏場じゃないんでね、いきなりこう雨とかも降ってきたりしたら、運転してたら視界とかも悪くなるんで、ワイパーね、ワイパーゴムとか、あの交換時期っていうのは、まあ、僕もいつもあのタイミング的にゴゴゴゴゴゴゴとかね、あのワイパーがこうビンシュってこうワイパーしたら綺麗にこう水滴がこう取ってくれてる間っていうのは全然ストレスかかんないんですけど、僕はあのちょっとでもビビビビとかね、ズズズズってガリガリガリってなったりすると、もうそれが仮に何ヶ月も早くても結構変えてしまうんで、まあ、なんでしょうねあれ、馴染んでるやつ、馴染ね、ずっといけるやつっていうのを、ね、結構もうこだわってるんですけど、結構長続きしひんっていうか、もう半年ぐらいいけたらいいかな、もう半年とか全然持たないんで、まあワイパーね、あのまあまあそんなに高いもんじゃないんで、まあ視界っていうのが一番、雨の日が一番大事なんで、あのワイパーおすすめしとこうかなと。ワイパーゴムね、ワイパーゴムはまあ結構頻繁というか、まあ消耗品なんで、ワイパーゴムを変えてますね。あとまあ車はまあ車検とかね、普通の車とかでしたら2年に一遍とかなんで、まあ。なんですけどね、僕が乗ってるこの、タクシードっていう車は商業車なんですけど、ナンバーが4ナンバーなんですよね、貨物なんで。で貨物の車のメリットっていうのは、まあとにかく税金が安い、で税金も安いし、で車検も安い、もう言うことなしなんで、でまああの普通の車の約半分の税金とかやったらもう半分以下っていうか、もうそんな値段、まあここではちょっと言わない、まあ言ってもいいか、1万4000ぐらいなんですよ税金、1年に一遍の税金がね。まあでもそれはまあ重量税って絶対車に乗ってたら払わなくちゃいけないんですけど、他の多分もう車に乗られてることこの1万4000では絶対ないと思うかなと思うんですけど、まあとにかくその税金が安いっていうのがすごいメリットで、であとその車検がこの貨物のこのサクシードとか、まあハイエースとかも、まあママが乗ってるミニ号もそうなんですけど、ハイエースとか商業車やね、商業車っていうか、その貨物車っていうのは、まあ、一般車とちょっと違うというか、まあ、荷物を運ぶっていう車なんですけども、それが、車検は1年に一遍なんです。車検に1年に一遍と思って、と思うかもしれないんですけども、まあ、僕はまあまあ、ちょっと面倒くさいと思いますけど、1年に一遍の方が僕は、まあ、1年に一遍、まあ、車検、まあ、健康診断ね、車の健康診断も
1年に一遍受けられるし、まあその車検の時にあれもこれもこれもあれもこれも直すっていうのが僕ちょっとあんまり好きじゃないんで、実際のところまあ自分がこう車を乗っててですね、なんかおかしいなと思ったらそれはまあ直したりね、ちょっと近くの車屋さんでちょっと整備してくれへんかって頼めば、まあまあその車検の時はその部分はかかってこないんで、まあ1年間乗ってる間に、まあ、仮にタイヤが減ってきたり、まあ他まあいろいろなのちょっとわからないんですけど、まあ一番見てるのはやっぱ足回りですね。足回りと、まあ、タイヤとかで、まあ、命に関わる部分っていうのはやっぱりちゃんと見とかんと、まあ、高速とか乗るときもね、タイヤの空気とかもちゃんと、まあ、見るようにしてますけど、まあまあ、その日々の点検やね、車っていうのは日々の点検なんで、ただ動いてるから乗るとかじゃなくて、まあまあ、きちんとね、愛情を持って僕はちょっと接してるんで、タイヤとかね、タイヤの空気圧とかね、まあ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 乗る時とか、まあ皆さんちょっと見ていただいて、あこれおかしいなっていう思ったら、まあすぐに車屋さんに点検してもらうようにして、でまあまあ僕はまあそういう感じで1年に1遍車検を受けてるんですけども、まあなんせ僕の車ちょっと普通というか、まあ、あんまちょっと普通というか、まあ、個性的な車なんで、普段はちょっとこうホイールねちょっと変えてみたりとか、まあ、車高はとにかくじゃ下げてるんで、まあ、それじゃちょっと車検は通らないんで、まあ、それぐらいですかね。車検の時に、タイヤをはめ替えなくちゃいけないのが一つと、まあ、僕の車はねちょっと訳があってですね、ちょっとはみ出てるんですよね。まあそれはまあ いわゆるちょっと見た目的には大丈夫なんですけど、車検がちょっと合格できないっていうことなんで、車をきちんとした状態に戻して、で車高も、だいたい9センチって決まってるんですけども、まあ、一般的に普通にお車を乗られてる方やったら、まあ、9センチっていうのは、まあ、間違いなく保たれてるんで何も考えなくてもいいんですけど、僕は9センチちょっと、まあ、切ってるんで、低いんで、それを上げる作業とかをしていただかないと車検が通らないんで、まあ一応まあそこでもう全部車高というか車高ね、車の高さと書いて車高なんですけど、まあ、それをそのまあ今どうせなんて車屋さんで、上げてもらって、ね、タイヤをはめ替えてもらって、ね、1年に一遍車検を通してもらうんですけども、だいたいそれが4万円ぐらいですかね。車検が4万円ぐらいですね。でその車検が4万円ぐらいなんで、まあ2年と考えれば1万円ぐらいなんで、まあ皆さん車検が2年で8万円ぐらいなんかなと思えば、ちょっと分からないんですけども、まあ、いきなり8万円っていうのは結構、ね、金額的にも高いんで、1年間のまあぐらいのネットがね、経済的に抑えるのが優しいかなと思っているので、前にちょっと車のちょっとねワイパーの話をしましたけど、まあ今回ちょっとこの車のね車検の値段とか税金の値段とかちょっと難しい話になっちゃったかもしれないんですけど、まあ車ね持っていく上では今ね高騰化なんで。できるだけ安いというかね、お財布に優しい車を僕は乗ってるんで、ママもね、ママも同じようにハイエースっていう車を乗ってるんですけども、お財布に負
2人とも優しい車に乗ってるんで、まあ、2台所有してますけども、まあ、そういう理由で乗れるっていうことなんで、僕たちにはせこ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 やってますけど、まあまあ、まあ、乗れんことないかなっていう感じで、まあ、なんとか今やらさせてもらってるんですけども、まあまあ、皆さんね、車好きな方も多分しんすいちゃんの友達の中でも多分いっぱいいらっしゃると思うんで、またね、しずちゃんの話以外で車のね話もできたらなと思ってるんで、はい、今日はちょっと全くはもう関係のない話になってしまったんですけど、まあとにかく山中湖とねいいのが今週ビッグイベント2つあるんで、今週ちょっと行ける時間があったら。お天気祈願に行っていこうかなと思ってます。まあ、あと皆さんね、ちょっと朝晩ちょっと 寒くなってきたんで、体調とか壊さないように、みんな暖かくしていってもらって、あと車の点検、山中湖とかさ、いろんなイベントに行かれるんやったら、車の点検をしっかりして、途中で高速で壊れたりとかしないように、日々の点検をしてもらったらなと思いますんで、はい。まあ、もうそんな感じで、今週はちょっといいのなんで、行けるように、皆さんもお祈りしといてください。ね、会社に着いたんで、ちょっと用意していきたいと思いますんで、まあ、今日は土曜日なんで、皆さんお休みの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、また、よかったら、ぬくももパパチャンネル、また覗いてみてください。では、行ってきまーす。